力道山は空手チョップで外国人レスラーをバッタバッタとなぎ倒し、国民の喝采を浴びた。これがいわゆるプロレス尊王攘夷の時代。しかし敵外心が外国にのみ向けられていた時代は長くは続かなかった。力道山の後を継いだ二大勢力、ジャイアント馬場とアントニオ猪木は激しく対立しながらもそれぞれ隆盛を誇った。この時代を称してプロレス55年体制という。一方この当時地味に活動していた国際プロレス、60年代から70年代に地味に流行ってそのうち消えたということで、いわばプロレス歌声喫茶と呼ばれている。さて55年体制に反旗を翻したのがその名も維新軍だ。しかし本家の明治維新同様に下からの革命というよりは権力者同士の政権争いの色合いが濃かった。この頃登場したのが理論武装した急進派集団、プロレスマルクス・レーニー主義者とも言うべき UWF である。その革命精神はまるであの全共闘運動のようであった。しかもかつてのインターナショナル同様、 UWF も第1次第2次と続いたりなんかしたのである。そして本家の学生運動同様に内部対立から内下場を経て分裂した。バブル時代、豊富な資金をバックにしたプロレス地上げや SWS が設立される。しかしバブル崩壊と同時にこの SWS も見事に崩壊した。バブル崩壊とともに勢力を伸ばしてきたのが義理人情、そして家族主義を強調した民族主義的団体、大仁田厚率いる FMW であった。そして現在政治の世界同様、独自の政策を掲げた新団体が乱立状態である。地方分権を唱える道のくプロレス、ゼロからのスタート合分だ。規制団体へのノー IWA ジャパン、これぞまさしくプロレスマンダラ戦国模様。行く先は誰にもわからない。で考察を行ってみたいと思います。プロレスとはただ単にリング上で選手が戦ってどっちが強いかを競い合うだけのものではありません。強さというのは大変に重要なテーマなんですが、実はそれ以外に見る人にとってもっと重要なテーマがあります。それはプロレスは実社会の人間関係を投影したものであるということであります。特にサラリーマン社会に置き換えてみますと、そのあたりが大変よくわかります。プロレスを会社に例えればリングはまさにオフィスであり、レスラーやレフリーはそこで働くサラリーマンと言えるだろう。例えばこんな試合、ジャイアント馬場対スタン・ハンセンの一騎打ち。どちらも大物、どちらも互いに譲らない。そしてこの大物2人の間にレフリー城樋口がいる。この構造を会社に例えてみよう。樋口君は営業部の中堅社員。この樋口君の目下の悩みは犬猿の仲の2人、営業部長と総務部長の仲たがい。しかも悪いことに総務部長は樋口君の大学の先輩、つまり直属の上司と大学の大先輩というわけだ。樋口、この問題どっちが正しいと思う？樋口お前、誰の口利きでこの会社に入れたんだ？いや困りますよ。2人が口論するたびに樋口君は板挟み。そんな樋口君はある日2人の部長からそれぞれゴルフに誘われた。同じ日の掛け持ちはできない。どっちに行ったらいいんだろうか、樋口君は悩んだ。しかしその答えはリングにあった。試合のクライマックス、馬場とハンセンに挟まれて城樋口失神、両者反則という結果になった。部長、実は今朝起きたらもう折れずにお腹が痛くてですね。先輩、今日私もすっごい下痢がひどくて、とても先輩
できそうにありません。樋口君は仮病を使ってどちらのゴルフ場へも行かなかった。情けないやつと思われたっていい。これなら二人の部長に言い訳が効くのだ。またこの試合の場合、シークとブッチャーはそれぞれが大物悪役。もともと仲は良くないが、打倒ファンク兄弟という共通の目的があるので、今回は手を組み、ザ・ファンクスをあと一歩のところまで追い詰めた。これを会社に例えてみよう。シーク専務とブッチャー取締役は社長を追い出して会社を乗っ取ろうと、2人で会社の半分近くの株を抑えた。中立派もこちらについてくれそうだ。あとは役員会議当日を迎えるだけ。ところが、ブッチャーがとどめとばかりに突き出した凶器が誤ってシークの胸を直撃。同士打ち。あっという間にファンクスに抑え込まれてしまった。そして仲間割れ。つまりこういうことだ。会社の権力を目の前にして二人が口論を始めた。つまり私が社長で君は専務になるわけだ。何を言うのですが、私が社長を務めます。あなたは会長の座に落ち着いてください。いつしか激しい口論となり、それを見た中立派の者たちは次々と社長派へと戻ってしまった。そして二人は解任されてしまった。続いては数学の時間です。皆さんはジャイアンツの長嶋監督がよく口にする勝利の方程式というのをご存知だと思います。野球に方程式があるならば、プロレスにも方程式があっていいではないかと思ったところ、やはりありました。プロレス、格の方程式であります。プロレスラーはリング上でその人生を背負って戦っています。それゆえにファンが認めるプロレスラーの格は、単純な強さ弱さだけでは計り知れないものがあるんです。本邦初公開のこの格の方程式によって、レスラーの総合的な実力を数値として把握することができると思います。まずはその数式からご覧いただきましょう。格の数値 X は SCAP の和によって求められます。 S は強さ、体格とテクニックとスピード。 C は経歴、年数と実績。 A はアピール度、顔の表情、表現力、そして頭の良さ。 B は人気、知名度、ファンの支持、マスコミの支持。それぞれの項目について10段階で評価をして、合計したものがプロレスラーの格の数値になるんです。それではこの方程式に基づいて、全日本プロレスのレスラーたちの数値を求めてみましょう。ここでは馬場、鶴田、三沢、川田、小橋、ハンセンの6選手について計算してみます。まずは S、 強さ。体格は馬場さんを10とすると、鶴田とハンセンが9となります。続いてはこれまでタブーとされていたプロレス界全体での格の序列を求めてみたいと思います。どうぞご覧ください。エントリーされているのは三沢、大仁田、橋本、高田、前田、船木の6人です。果たして誰が一番なんでしょうか。それでは計算に入ります。繰り出すだけではなく、相手の出方や
観客の雰囲気までも視野に入れて試合を組み立て、スムーズに3カウントに持っていくのが理想とされています。そんな流れるようなプロレスの試合はジャズのセッションに例えられます。人間の感性に訴えかけるという点でもプロレスと音楽の間には深い関係があるといいます。そして音楽にさまざまなジャンルがあるように、プロレス団体にもそれぞれのカラーがあります。ここではプロレス団体の雰囲気、ニュアンスというものを音楽に託して表現してみたいと思います。題してプロレスミュージックシーン。明るく楽しく激しい全日本プロレスは、例えて言えばアイドルから演歌までの幅広く分かりやすい歌謡曲。激しくてプライドが高くて外見にもこだわる新日本プロレスは、まさしくブリティッシュ系のロック。アナーキーで破滅志向の FMW はパンクに例えられます。 UWF は過激にとんがったヘビーメタル。なんだか人間関係が苦手そうなところもギンギンのヘビーメタ野郎そっくり。そして男と男の仁義一筋任侠演歌。この団体はそんな団体。最近流行りのワールドミュージック、レゲエにサンバにサルサ、次から次へいっぱい出てきて、何が何だかもう分からなくなりそう。これってどんどん出てくる小さなプロレス団体みたいですね。今最新の流行になっているラップ、でもこのラップをプロレス界でもうずっと前からやっていた人がいることは知らないんじゃないかしら。それはこの人です。まあ試合は別として、昨日な大久保に言っといたんだけど、今日は俺が馬場に直接新年の挨拶、新年とな挨拶をするからな、明けましておめでとう正信や。今年もダメか、かわいそう。はい、これからはラッシャー木村、改めラッパー木村と名乗ってもらいたいものであります。さて音楽といえば、プロレスラーにはそれぞれ入場テーマなる楽曲が存在するのは皆さん全国承知のことだと思います。しかしこの入場テーマを利用した健康法が今密かなブームとなっていることはあまりご存じないのではないでしょうか。ご覧いただきましょう。題してプロレス入場テーマ健康法。若い女性の3割が便秘で悩んでいると言われます。そんな便秘によく聞くのがこの曲、サンダーストーム。目まぐるしく過ぎ去っていく慌ただしい日常から離れて、じっくりと座禅なんかを組みたくなる時はありませんか。そんなあなたにはこのグレート無駄のテーマ、軽やかな琴の調べに、あなたの心はきれいに洗い清められることでしょう。さてこのあたりでプロレスにおける言語表現、つまり形容詞について見ていきたいと思います。プロレスラーには必ずキャッチフレーズというものがあります。例えばジャイアンツ松井のゴジラ、あるいはゴルフのジャック・ニクラウスにつけられた帝王などがそれにあたります。プロレスの場合、それらのキャッチフレーズは非常にバリエーションに富んだものとなっています。なぜならばプロレス界はキャラクターの宝庫です。レスラーの特徴やセールスポイントを一言で言い表すキャッチフレーズにこそ、ある意味ではプロレスの真理が隠されているのかもしれません。ここではそれらキャッチフレーズを系統的に分類し把握することを目指したいと思います。題してプロレスキャッチフレーズを科学する。まずはビジュアル重視型、つまり見た目そのままというパターンである。東洋の巨人ジャイアント馬場、人間山脈アンドレ・ザ・ジャイアント、銀髪機フレッド・ブラッシュ。続いてこれもそのままの必殺技型、人間風車ビル・ロビンソン、鉄の爪フリッツ・フォン・エリック。
関節技の鬼藤原義明。なぜか悪役に多い出身地域型。アラビアの怪人ザ・シーク。インドの強行タイガージェットシン。意味不明だがなんだかやたらに強そうノンセクション。不沈艦スタン・ハンセン。鳥獣ブルーザー・ブロディ。殺人医師スティーブ・ウィリアムス。そしてかわいそうな直訳型爆弾小僧ダイナマイト・キッド。政治的な歴史に始まり、日本社会論、数学、音楽、健康法、そして言語学と、今夜はプロレスをさまざまな角度から分析してまいりました。まだまだプロレスについてはいろいろなアプローチの方法があるのですが、残念ながら今夜はもうフルタイムの時間切れとなりました。私たちの科学する心はあなたにしっかりと伝わったのでしょうか。そしてあなたの中でプロレスに対する見方が少しは変化したでしょうか。 NHK スポーツ教養講座第1回プロレス学概論、今夜の講義はここまでにしたいと思います。